5G ってね、テレビでコマーシャルとかも散々やってますけど、まあこの 5G の G はジェネレーションの G で、まあ大抵の人はね知ってると思うんだけど、まあでもジェネレーションつまり第5世代っていう言葉なんだけど、まあこれは略称で、どうやら第5世代移動通信システムっていうものの、まあ通称が 5G と呼ばれているものみたいですね。まあつまり今僕らが使ってるスマホは第4世代っていう、その通信、この移動通信システムっていうものの第4世代の仕様にのっとったものを使ってるんだけど、まあこれの新しいやつが第5世代が、まあ、やってきますよと、いうことのようですね。でまあこの 5G なんかね、テレビでコマーシャルいろいろやってるけどね、なんかそれ見ててもな、実際だから何ができんのみたいなことがね、あんまりわからないんですよね。でね、まあ軽く調べてみたらですね、まあこれ 5G っていうのには3つ特徴があるっていうのが、まあ大体出てきます。1つが高速大容量通信、2つ目が超低遅延、3つ目が多数同時接続で、これを実現するものが 5G ですよということらしいですね。まあまあそれだけ聞いてもね、まあ分かりませんっていう感じなんで、まあ一個一個見ていったらですね、まあ、高速大容量通信、これはまあ分かりやすいですよね。要するにまあ今までより通信が速くなるんでしょっていうことで、まあ実際そうらしいんですね。今までね、なんかその スマホとかで使ってる周波数の、まあ、その通信速度っていうのはどの周波数帯を使うかっていうので、その速度みたいなのがね決まるらしいんですけど、今までね使ってなかったミリ波っていう部分があるんですって。でももうとっておきだよ、ここ使うと超速いことになるから、もう本当にとっておきなんだけど、まあ、いよいよここをね、スマホの通信に使わせてやろうっていう、一体誰がもったいぶってたんだかっていう話なんだけど、まあね、使わせてもらえることになり、このミリ波っていう周波数帯を使えることで、まあ、理論的にはね、4G の時から20倍ぐらい速くなるんだって。20倍ですよ。なかなかすごい倍率だけど、ただね、20倍って理論値なんだって。で、この理論値は、現実的には絶対にここの数字にはならないっていうふうに書かれてて、じゃああんま意味ねえなと思ったんだけど、まあ、最高、理論的には最高で20倍速くなるから、まあ現実的にも、まあ10倍から15倍ぐらいはいけんじゃねえっていうのが、まあ期待されてて。ただね、まあ、いいことばっかりでもなくて、このミリ波っていうものは、4G ので使ってる電波に比べるとあんまり遠くまで届かないし、あと、ね、遮蔽物があるとそれを乗り越える力もあんまりないっていう欠点がついてると。要するに 4G の基地局がカバーできてるエリアに比べて全然狭い範囲しかその一つの基地局でカバーすることができない。だからこれを、まあ、いろんなところで使えるようにするためには、この 5G 対応の基地局っていうものをべらぼうにたくさん作らないという、現実的には、いつでもどこでも 5G っていうことにはならないっていう、まあ、課題もあるんだけど、まあまあ、ここはしょうがないから、で、そんなにね、あちこちあちこちに 5G の基地局を山ほど作るっていうのは、まあ、時間も金もかかる話なので、まあ、当分の間は、4G の、エリアと、まあ、5G のエリア、まあ、合わせて使っていこうよみたいな風に考えてるみたいですね。このだからここも 5G 対応のエリアに入ってますみたいに言ってるけど、まあ、そこは単に 4G の通信エリアを 5G でも使ってるっていうだけで、そうなるとあれなんだって。5G の速度はそこの部分では出ないから、なんだっけ、なんちゃって 5G って呼ばれてるんだって。なんかね、もう、なんちゃってがついた途端に全然最新技術でも何でもない感じになっちゃうよね。まあ、
まあ、そういう技術も使い、ただまあその 5G の電波が使えるエリアではまあ10倍から15倍ぐらい速くなるんじゃないのと、まあ、これが高速大容量通信と呼ばれているものなんですって。で、次の 超低遅延、これはね、何かっていうと、まあ、まあ、これ結局それ通信が速くなるってことじゃないのみたいなことなんだけど、これは何ていうのかな、要は必要な、何か通信して必要な情報をサーバーまで行って、情報を取って端末にその情報が返ってくる、この返ってくるまでのタイムラグが、まあ、今までより短くなりますと。ただね、まあ、これ例えば横浜駅にいる人がね、この近くにフランス料理の店ないかなって検索した時に、まあ、地球の裏側のサーバーまで行って情報を取ってくるみたいなことがね、今は起きてるわけなんだけど、まあ、それでもね、1秒とか2秒とかかからずに画面が表示されるわけじゃないですか。まあ、これがね、今まで1秒かかってたやつが 0.5 秒になりますみたいなね、まあ、そういう話なんですよ。で、だけど、まあ、別に そこそんな重要じゃねえな、みたいなね、感じになるんだけど、デモリさん、今起きました。おはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、5G のことをね、喋っておりますよ。でね、まあ、さっき言ったみたいに、今まで検索かけて1秒かかってたのが、まあ、0.5 秒になりますみたいなさ、そんな微妙な差はどうでもいいわって思うかもしれないけど、まあ、これは例が悪いんであってね、さそういうね、フランス料理の店は近くにないかなみたいな検索が1秒とか2秒とかかかったところで、ね、大して影響がないんだけど、この 超低遅延っていうのは、もっとね、本当に 0.01 秒でも早く反応しないといけないような場面について考えられているもので、まあ一番よく例に出されるのが、自動車の自動運転の仕組みで、まあ今はね、自動車っていうものが、その自動車にいろんなセンサーをつけて、自動車単体が周囲の状況を判断して自動運転っていうものをしてるんだけど、まあ当然これがネットワークとつながって周囲の情報とやり取りしながら、自動運転することができるようになれば、まあより正確で安全な自動運転っていうものが実現できる。だけど、車は高速で移動してるから、やっぱりその必要な情報を、受け取れるのが1秒でも1秒かかるともう遅いっていう状況が非常に発生するわけで、もう本当にそうなるとね、0.1秒っていう時間でも、その早くならないと実用的なものにならないっていうようなことがあるわけで、まあなんで人間が手でスマホでいじって検索するような部分にはあんまり関係ないけど、まあこれから先の技術として重要なのがこの超低遅延って呼ばれるねものでね、なんかあれらしいですよ、エッジコンピューティングっていうかっこいいなんか技術が使われるらしいです。まあさっき言ったみたいにね、この近所の情報を調べるのに地球の裏側のサーバーまで検索しに行ってたりするとどうしても時間がかかるから、この付近の情報っていうものはこの近くのサーバーに情報を集めとこうよっていうものらしいんだけど、まあ、そうなると、まあね、そのこの近所の情報を集めとくサーバーっていうものもあちこちに置かなきゃいけなくなって、それはそれでまた、お金がかかることなんで、まあ、これも、まあ、すぐにどうこうできるものでもないし、まあ僕たちがすぐに恩恵に預かれるようなものでもどうやらなさそうなんですよね。で、3つ目の多数同時接続っていうやつは、まあこれは今よりもっとたくさんそのネットにつながるデバイスが、まあ、もっともっと増えていくのに対応しなきゃいけないっていう、まあ、なんかあれなのかな、スマホ2台持ちとか3台持ちとかになっていくからなのかなとかね、まあまあ僕自身もスマホとかタブレットとか、ね、Apple Watch だとかで家になんだ Amazon Alexa とかね、まあ、ネットにつながるものどんどん増えてるなって思うけど、もうこれはねもうそういうレベルじゃなくて、何年か前にさあれがあったでしょ、
IoT っていうキーワードが出回った時あるじゃない。インターネットオブシングスっていうやつね。日本語の訳に物のインターネットっていうなんか分かるような分からないような訳がついてるやつなんだけど、まあ、これは要するに世の中のもうありとあらゆるものがネットにつながるっていう社会を目指すっていうものなんだけど、まあそうなったら当然ね、あのネットに接続されるデバイスは今の何十倍何百倍っていう数になるわけで、今の通信方式だと、従来の通信方式だととてもそんな多数のデバイスが同時につながることは難しいので、まあ、そういうところを考慮した、仕組みに変えていこうというので、まあ、その中で今、用意されているのがグラントフリー方式っていうもので、まあ、これグラントフリー方式は簡単に言うと、今までデータを通信するときにやってた手続きみたいなものを大幅に簡略化して、スムーズに通信ができるようにしようと、まあ、要は今までは安全性とか正確性とかを考えて通信を始める前段階で、あのいろんなやり取りをしてから、はい通信開始ってやってたんだけど、まあ、その部分をもうあの省略できるところは省略しちゃおうと、いうやり方ですね。まあまあ年寄りに分かる例で言うとね、昔あの電車に乗るときに駅の料金表で行き先と料金を確認してから券売機で切符を買って、それを改札でね駅員さんに切符切ってもらおうと思ったら、そこがめちゃめちゃ人がね混んでてね、あの80人ぐらい並んでるみたいな状況が、まあ、それを改善してもう利用者全員がモバイルスイカで自動改札で通過できるようになるみたいな感じ、わかるのかこの例え、うん、みたいなね、あのそういうものをやっていこうと。であとはその電車にもさ、各駅停車とか急行とか特急っていうのがあるように、その通信の急ぎ具合によって、通信のやり方とか利用する経路とかをグループ分けする、ネットワークスライシングっていう技術、こういうのを使って、効率よくあのその今までのね何十倍何百倍っていう端末の通信を、まあ、そういった技術を使うことで、効率よくやっていこうという、まあ、これもその 5G の中に含まれていますと。で、まあ、まあこれ今言ったね、高速大容量通信、超低遅延、多数同時接続っていう、まあ、これらの技術を総合して 5G 第5世代移動通信システムと呼ばれてるんだけど、まあね、これがいわゆる 5G の説明なんだけど、まあ、で結局私たちの暮らしにはどんな変化があるんですかっていう話になるわけなんだけど、やっぱりね今説明ね聞いてもお分かりの通り、あんまり直接今なんか僕らの通信、あの生活が変わるわけって言われると、そこはやっぱよくわからないんですよ。なんかあのテレビのコマーシャルとかで、まあ、通信大手の会社がね 5G の時代が来るぞみたいにすごい煽ってくるんだけど、であのね 5G 用の、ね、新しい料金プランですみたいな、今までよりちょっとお高いけどもうギガ数が、ね、大量になってお得ですみたいな、でそういうのは言うけど、実際じゃあ何ができんのっていう部分ってすごいなんかね薄っぺらかったりしないですか。あれ例えばね、超高画質の2時間の映画がたった3秒でダウンロードできるんですとか、もうサイズがね10ギガ超えてるようなゲームがあっという間にダウンロードできるんですよみたいなことをよく聞くんだけど、それって要は Wi-Fi とかが使えない出先で、5G 用のそのギガを消費してダウンロードするっていうことなんだよね。で自分は今さ、格安SIMを使ってて、月に3ギガまでっていうあの通信プランなんだけど、これさ3秒で落とそうが30分かけて落とそうが、その映画のデータがさ、まあ、例えば3ギガ超高画質だからね、この映画 3ギガのサイズありますって言われたら、まあ、それが3秒だろうが30分だろうがそれでダウンロードしたら ギガが終わっちゃう、通信量がね終わってしまうのは一緒なわけですよ。で、あのその通信会社は、はい、そういう方のためにね、お得な大容量プラン、20ギガプランをご用意しました、みたいなことを言ってるんだけど、
いや、だったら、見たい映画を家の Wi-Fi でダウンロードしておいて、それを出先で見ますけどってなるじゃん。じゃあ今までよりね、1000円、2000円高いお金を払って出先で映画をダウンロードしまくろうとは思わないと思うんだよね。で、結局、今までより高いお金を払って使えるその通信量が多くなったから、出先で、わざわざ映画をストリーミングで見ようとか、出先ででかいゲームをダウンロードしようって、別にそれやらなくてよくないっていうことになっちゃうじゃない出森さんが、まあ、重たいものでもめっちゃ早く動かせますって感じであって、負担は変わらないのね。まあ、そうなんですよ。まあ、どうしてもね、出先でどうしてもでかいデータを落とさなきゃいけないっていう状況が生まれたら、まあ、それは 5G のエリアだったらすぐダウンロードできて助かったっていうことは、あるんでしょうけど、なんかね、それすげえ限定的な条件じゃないっていうふうに思うんだけど、まあ結局だから 5G って言ってる割に具体的に何かできるのか全然わかんねえなっていうね、なんかその出先でそのバカでかいデータを素早く落とすために高い月額料金を払おうっていう人がそんなにいるのっていうのが、まあすごい疑問っていうか、違和感をね、感じてたんだけど、まあまあ、結局その違和感は別に間違ってなくて、やっぱりそういうことみたいなんですよ。うん。で、だけどね、ここからがね、ちょっと、まあ、今日本当に喋りたいことなんだけど、もう30分になってるぞ。あと10分ぐらいで喋りたいと。デモリさん、もしかしたら Wi-Fi がなくなる想定ならば、うん、でも Wi-Fi がなくなる理由がないもんな。ね、じゃあなんでこの 5G っていうものを国を挙げてやろうとしてるのかっていうのをね、まあ考えてみたんですよ。これは決していわゆる通信会社を儲けさせるためにやってるものじゃないのね。これはかつて1990年から2000年ぐらいの頃、ね、まさに今 5G って呼んでるものが 1G だったり 2G だったりっていう時代の頃に、まあ、パソコンとか情報端末って呼ばれるものが一気に世の中に普及して、後にね IT 革命っていう言葉で呼ばれるほど、まあ、人々の暮らしがコンピューターとかそういう通信技術でものすごい大きく変化した時っていうのがあったわけですよ。いろんなものがいわゆるアナログ情報からデジタル情報っていうものに変換されて、ね、電子メールだとかインターネットだとか MP3 プレイヤーだとかGPS とか自動改札だとか、まあ、そういうそれまでの暮らしでは考えられなかったようなものが、一般の人たちが普通に使えるものとしてね、広がった時っていうのがあるんだけど、まあ、この 5G で考えられている超低遅延とか多数同時接続っていうのは、まさにねその IT 革命に次ぐ次のデジタル技術による社会的な革命のための布石なんだと思うんですよ。つまりこれはね、今インフラを作ってる途中っていう風に解釈するのが、一番まあ、しっくりくるのかなっていう感じなんですね。で、まあさっきも言ったね、いわゆる IoT、インターネットオブシングスっていうものがあるじゃないですか。ね、あらゆるものがネットにつながるっていう風に言ったけど、この言葉ってね、必要なことの半分しか表現してないなって思ってて、これはあらゆるものが何かしらのデータを持ってネットにつながってるっていうことなんですよ。で、このデータを持ってるっていうことが大事で、まあ、何のデータも持ってないものがね、そのネットワークにつながってもあまり意味がないわけで、まあ、いろんなもののセンサーとか行動記録だとか蓄積されたデータっていうものをいろんなデバイスがそこにねデータを貯めて、それをネットワークにつないでそのデータにアクセスすることができるっていう社会を実現する、これがインターネットオブシングスの、まあ、目的なわけですね。でも、まあ、これをやるためにはさっき言った多数同時接続っていうものが必要だし、で
さっき言ったようなね、自動運転みたいなもので 0.001 秒でも早く反応しなきゃならないような状況に対応するための超低遅延通信で、大きなサイズのデータでも素早くやり取りができるための超高速大容量通信で、これに、5G に比べたら速度は遅いけど広いエリアを網羅することができる今までの 4G 通信で、これらが要はこれらが全部用意できた時に次の次世代の IT 革命が起こせるようになるっていうものなんだよね。で、なんか急に話がでかくなったからなんかね、ついてこれない人がいそうな気がするし、僕もね喋っててね大丈夫かなって思ってるんで、でまあこの辺のことを考えた時に、まあ、こういう感じなのかなっていうね、まあ、イメージストーリーみたいなのをちょっと考えたんでね、それを喋ってみますね。まあ、例えばさっき言ったような社会が実現できてたとしますよ、今後これが何倍になればすごいことですよね。うん、そうそうですね。これが、まあ、どん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 進化はしていくと思うんです。ですね、まあ、例えばですよ、例えばの話です。ある日僕が仕事に行くために駅に向かって歩いてました。すると突然胸が苦しくなってばったり倒れます。で、そうした時に、その時に僕が腕につけてたアップルウォッチが心拍数とか血圧の状態から何か心臓に異常が発生したなっていうことを感知して、緊急医療用サーバーと通信を行います。で、このサーバーがそこから最も近い場所にある AED 端末にデータを送って、何か近くにこう倒れた人がいるぞっていうのをね、知らせます。で、そしたらその AED はアラームを鳴らして近くにいる人に何か緊急事態が起こってるっていうことを告げることができて、で、その近くにいた人はスマホで AED の液晶に表示されている QR コードを読み取らせると Google マップで僕が倒れている場所までのルートを表示させることができると。そうするとその人は AED を持って僕のところまで駆けつけることができるわけですね。で、一方その信号を受け取った最初の医療サーバーは同時に交通情報データベースにアクセスして最も短時間で僕のところに到着ができる救急車にデータを送ります。で、データを受け取った救急車は移動を開始するし、そのルート上にある自動運転の車は今ここを救急車が通らなきゃいけないっていうことを判断して自動車を道の脇に寄せて救急車を通らせるみたいなことができると。で、その間に救急車にはリアルタイムに僕の状況が、僕のその体の状況とかが、さっきのね、Apple Watch を通じてリアルタイムに信号が送られ続けると。で、さらに救急車が僕を乗せた後に向かうべき病院っていうものも検索されて、その病院にデータが送られますと。で、病院では僕の過去の診療データにアクセスして、既往症や服用している薬、過去の治療歴みたいな情報を事前に入手することができるし、さらには、ここ数日の間にやった買い物の記録とか、自宅の冷蔵庫の中の在庫の変化から、最近食べたものとか購入したものなんかのデータを取り出して、原因の検討をしたり、治療法の検討を先に行っておくことができると。で、僕が病院に着く頃には、病院側はもうすぐに処置に移れるような体制を取ることができるっていうようなね、まあ、これは、まあ、一見、まあ、すごいね、極端 なんか夢物語みたいな感じだけど、でも今僕が話してるようなことっていうのは現実に全然できないことではないんですね。さっき言ったその 5G の状況が実現できていれば、デモリさん、単純に一刻を争うときは1秒が 0.5 秒になるのはでかいってことですね。まあ、そうですね。まさしく、そういうことです。で、ただね、まあ、今話したようなストーリーが実現するには、まあ、その 5G のネットワーク環境とか、そして 5G の環境が必要だし、そしてあらゆるものがデータを持ってネットにつながっているインターネットオブシングスっていうものが実現できていることも必要で、そして何よりね、それらのデータに、そのデータが必要な人が自由にアクセスできるっていうことが前提になるんですよ。このデータは別の会社のものだからアクセスできないとか自治体が違うからとか国が違うからみたいなことを言って、そのデータにアクセスするためにはどこそこで許可を取ってもこなきゃダメなんだよねみたいなことを言ってたら、
さっき言ったようなことは実現できないわけなんですよ。でね、もう39分だぞ、そろそろまとめに入らなきゃ。デモリさん、食ってるものバレちゃうの恥ずかしいな。まあそこはね、そのプライバシーの問題とかも同時に考えていかなきゃいけないわけですけど。じゃあもうね、まとめに入っちゃいますけど、まあ、つまり 5G っていうのは、あらゆるものがネットにつながった IoT 社会、そしてそのインフラを前提とした革新的なシステムとかサービスっていうものを将来実現するための基礎工事みたいなもんなんだというふうに考えると、まあ、しっくりくるなっていう。で、そういうものができた上で、それを利用するための仕組みを用意する必要があるし、そのためのデータは誰がどうやって集めるのか、で、そのデータは誰のものなのかっていう、そういった問題も解決していかないと、まあ、このね、せっかく用意した 5G っていうものも、進化を発揮することがなかなかできないんじゃないかなと。まあ、それこそね、全人類が急に覚醒してね、ニュータイプになるとかじゃない限り、まあ、それだけのね、問題を対応するのは時間がかかるんだと思うんだけど、ただまあ、そういった問題を乗り越えた時に、まあね、さっき言ったようなことも実現できるようになり、まあ、そうなればもちろんね、今あるいろんな問題が解決できるようになるんじゃないかなっていう、まあ、そのためのね、なんで時間はかかるだろうけど、まあ、いつかそういった世の中を目指せるようになるっていう、まあ、そのために今 5G っていうものを用意していくんだよっていう。でね、これはもちろんすごい大事なことなんで、まあ、もう 5G の実現に向けてね、日々頑張ってくださってる技術者の方々はね、ぜひ頑張っていただきたいし、心からね、応援したいと思います。まあ、ただ、畑で言ったら、まだ種をまくどころか、その前の土を耕してるような段階かなっていう感じがするので、まあね、その途中のおこぼれとして、出先でバカでかい動画をダウンロードできますみたいなようなメリットは、まあ、その代わりギガはめっちゃ消費しますよみたいなね、ことにはなるかもしれないけど、5G の世界を今、始めましたから、すぐさま世界が大きく変わるぜみたいなことでは、まあ、多分ないんじゃないかなと。まあ、だからちょっと、なんかね、5G って今、いろんな会社が宣伝してるのは、まあ、あれはあくまでビジネスのためであって、まあ、そういうね、5G っていうものが進化を発揮できるためには、まあ、世の中的にももっといろんなものが進化していかないと、ダメなんじゃないかなというふうに、まあ、5G についてね、調べて、そういうことを思いましたよと。というところで、ちょうど、今42分になっておりますね。そろそろ、終わりにしたいと思います。で、森さん、名前ばかりが一人歩きするのもね、そうなんですよね。なんかね、本当にね、それこそ本当に名前ばっかり一人歩きしてるなって。で実際調べてみたら、非常に素晴らしいものだし、重要なものだけど、今すぐ僕たちの暮らしがね、なんか大きく変わるっていうようなものではないのに、なんか今すぐ 5G プランにしましょうみたいな、ノリはやっぱりなんかね、なんかそこにちょっと違和感感じたのは、やっぱりこういうことだったんだな、みたいな感じでしたね。はい。というところで、本日もそろそろお別れの時間となってしまいました。配信聞いてくださった方々、コメントをくださった方々、本当にありがとうございました。ラジオ風おしゃべり配信変わり物語は、平日朝8時10分頃から30分くらいの間配信しております。今日たまたま初めて聞いたという方がおられましたらですね、通知登録、サポート登録などしていただいて、次回以降の配信も聞いていただけると嬉しいです。次回も明日の8時10分くらいから、配信開始の予定です。過去に配信したものも YouTube チャンネル変わり物語で見ることができます。プロフィールにリンクがありますので、そちらから過去の配信なんかも見ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
というところで、デモリさん、今日は情報量多かった。お疲れ様です。今日もまた賢くなりました。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、嬉しいです。からさめさん、お茶中ありがとうございました。お疲れ様でした。とのことで、ありがとうございます。聞いてくださった方々、本当にどうもありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。